踊り出しますよ。あんた踊り出しますよ。いやいや、すっかり汗だくでございますけどもね、なんで踊りまくってるかというと、じゃじゃん！エレキット真空管ハイブリッドポータブルヘッドホンアンプ TU-HP01。これのせいなんですけどね、撮れるカメラバッグでおなじみのね、バリューイノベーションの南社長からちょっとプレゼントしていただいたんですけども、どういうものかというと、iPhone とか iPod Touch とかね、そういうものに使うヘッドホンアンプですね。これ普通のね、iPhone 付属のヘッドホンですけど、これでつけてみて、聞き比べて、ありとなしじゃ大違い。この iPhone 単体で爆音にするとね、やっぱ耳が痛いんですけど、こっち使うとね、まろやかって感じかな。大げさに言わせてもらうと、最初にこれ聞いた時にライブハウスにいるのかと思った。大げさだけどね。あれ違う、 iPhone で普通に聞いたの全然違うって感じ。何を聞いてたかというと、まあベタに最近発売されたね、ダフトパンクであるとか、 DJ が困った時の手としてなんかよく出てくるあれですよ、Call Me Maybe。 この手の曲をこう聞いてたわけですな。 iPhone のここにね、プスッと挿して、でここにイヤホンジャックがあるんで、これピュッとやって聞くわけですけども、まあ踊り出しますよ。あんた踊り出しますよ。 iPhone 単体で爆音にした時はなんかね、音がぐっちゃぐちゃになってるような気がしたんだけど、この真空管アンプ通すとね、聞こえるのよ。ピピーっていうちょっと高めのギターの音とかもね、ちゃんと立ってるの。音立ってるなっていうのはすごいわかる。一回こういう機材を通すことで良くなるわけではないと思うんですよね。レコーディング知識とかで言うとね、良くはならないですよね、むしろね。ただ、体感的に、やっぱ真空管通すといいんだなっていうのはありますね。ありました。ありましたわ。で、まあ、この手のマニアックな製品ね、マニュアルとかがすごい不親切だったりするじゃないですか。僕気に入りましたね、これ。永久保存しときたいぐらいいいマニュアルですよ。いちいち絵が描いてあって、電池の入れ方まで絵が描いてあって説明してあるのよ。あとね、真空管アンプの真空管の魅力についてっていう、こううんちくまで語られててね、こういうとこがね、いいよね、いいよね、すごくね。電源はですね、ここのネジをキュッキュッキュッと回すと蓋が取れて、ザッザッザーン、単4乾電池4本で動きます。で、普通、デジモノとかね、この手の電化製品とかね、こういうのは、開けないでって、中開けたり分解したり改造したりしないでねって書いてあるじゃない。違うのよ。違うのよ。こんなのがついてくんの。六角レンチ、交換用のフロントベゼルで、あと、オペアンプ。なんと、オペアンプを自分で交換して音の違いなんかも楽しんでね、と。これは、これはいい製品だよね。っていうか、いいメーカーさんだよね。それでだ。さっきね、これで聞いたら、踊り出しますよって言いました。絶対踊り出します。You can't help dancing ですけども、踊るときこれ邪魔なんだな、これな。こうやって手に持ってると、つるっと落としそうになっちゃったりしてね。そこでですよ。じゃん！アイドーモくん。アイドーモくんにこう、iPhone を突っ込むじゃないですか、ここにこうやって。アイドーモくんの背中にこれが、入らねえわ。なんで南社長僕にこんなのプレゼントしてくれるかというと、やっぱり大人の事情というか裏がありまして、大人ってずるいなっていう、これバリューイノベーションさんといえばね、財布作ってたりとか、こういうバッグ作ってたりとかですからね。真空管ハイブリッドポータブルヘッドホンアンプ専用ケース、専用ケース、プレスリリースいただきましたけども、こちらでございます。ぴったり、ここの穴も開いてます。これね、ぴったりすぎて超きついの、破れるんじゃねえかってぐらい、ぴったりなんですけど、ここギューッと入れてですね。いやもうほんとぴったり、いいお尻でしょ、これ。ね。あつらえたようにぴったりなの。いや、あつらえたんですけど。これのためにあつらえた専用ケースなんですけど。カラビナとかでね、ベルトのところにちょっとふっかける。ふっかけるフックするんだ。フック。引っ掛ける。フック。引っ掛ける。フック。
で、あ、今度テスト出るぞ。え、覚えとけよ。あ、フック。引っ掛けるフック。そんな小ネタどうでもいいっちゅう。ここにね、裏面に iPhone がスッと入ります。こうしておけばね、プレイヤーとヘッドホンアンプ一体化できますよね。ってなったらもう、あなた、これもうね、踊るしかないでしょ。踊るしかないわけですよ、こんなの。ね、こんなにコンパクトに収まっちゃうんだもん。収まっちゃうの。ポケットに入れてもいいしね、単に手に持ってるだけでもいい。踊るしかないわけですよ。この製品、牛革でございます。いい匂いがすんだ。ああ、つるんつるんのレザーでございます。つるんつるん。このケースすっごいいいんだけど、一点だけね、革の上から操作できちゃうことがある。これね、熱を持ちにくい小型アンプらしいんですよ。だから、牛革で全部覆ったりできるのかもしれないですよね。こちらのホックをパカッと外すと、ここにイヤホンを巻き巻きできます。ああ、文具王さんの提案でこれできたんですね。さすがとしか言いようがないわ。とにかくね、これ単体でね、バラバラで試してるときは、どうしてもね、やっぱりこう、しっくり来なかったんですけど、一体になることで、これで踊れるっていうのはね、まあ踊んなくてもいいですよ。踊らなくてもいいですけど、まあ普段の持ち運びでもね、このケースあると便利ですよね。ということで、真空管ハイブリッドポータブルヘッドホンアンプ TUHP01 と専用ケースでございました。